真鍋淑郎氏がノーベル賞を受賞したことに関連し、韓国さんが珍しくまともな考察をしているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。今年もノーベル賞のシーズンがやってきた。本日発表のノーベル物理学賞は、またもの本人学者が受賞したことが韓国で大きく報道されている。地球規模の物質循環モデルを考案し、気候変動や地球温暖化の予測を可能にした日本人学者真鍋淑郎90氏の受賞だ。日本人のノーベル賞受賞者は28人、米国籍の取得者を含めで、物理学賞では12人目となった。昨日の4日、韓国ではノーベル医学生理学賞の発表が生中継されていた。初めて韓国人ノーベル化学賞の受賞者が誕生する可能性があったからだ。結局は米カリフォルニア大学サンフランシスコ校のデイビッド・ジュリアス教授と、米スクリプス研究所のアーデム・パタプティアン氏が受賞した。2人は皮膚が温度や痛みなどを感じる仕組みを解明した。韓国はこれまでノーベル賞とは縁遠く、2000年に北朝鮮との関係改善で平和賞を受賞したキム・デジュン元大統領のみ。ノーベル賞の発表の時期が近づくと、毎年ノーベル化学賞受賞に期待が高まり、熱望は悲観に変わってきた。今年ノーベル医学生理学賞の候補として韓国メディアに名前が挙がったのが、コリョ大学のイホワン名誉教授だ。イ教授は韓国北部を流れる河川ハンタンガン流域に生息していたセスジネズミから、腎症候性出血熱の原因ウイルスを分離することに成功。1988年には世界で初めて出血熱予防ワクチンを開発し、1990年にハンタバックスの名でワクチンが発売された。韓国メディアは先月、米国の学術情報サービス会社クラリベートアナリティクスが発表した2021年の引用栄誉賞受賞者に異名誉教授が含まれていることを伝えた。これまで引用栄誉賞受賞者のうち59人がノーベル賞に輝いており、受賞者はノーベル賞の有力候補とみなされる。引用栄誉賞はノーベル賞の科学系4賞、医学、生理学、物理学、科学、経済学と同じカテゴリーで構成されており、2000回以上引用されている論文を基本に、研究への貢献度や他の賞の受賞歴、過去のノーベル賞から予想される注目領域などの観点から受賞者が選出される。今年は異名誉教授を含め世界6カ国から16人が受賞した。日本を目標として成長してきた韓国は、様々なことを日本と比較する。ノーベル賞受賞者数に関しては、日本が28人に対して韓国は1人。ライバル視する日本に大きく水をあけられてしまっていることも、韓国人がノーベル賞を熱望し悲願する理由となっている。東京オリンピックの女子バレーボール日韓戦のような大逆転を夢見るには、あまりにも圧倒的な差がついている。韓国ではノーベル賞を受賞できない原因に対して、様々な分析がなされてきた。その原因としてしばしば指摘されるのは、1、基礎科学への関心の低さ、2、官民の支援不足と研究環境の不備、3、結果第一主義、この3点だ。間違っている分析ではないだろうが、最も重要な原因が欠けている。4、科学の理性、論理、合理より非科学の感情を優先する社会雰囲気である。今年初め、慰安婦問題の歴史を科学的に考察して発表した米国学者の論文に対して、韓国社会からは科学的な反論はなく、感情的に対応をする姿しか見せていない。数年前、韓国の学者が日本軍と慰安婦が同志的な関係だったと発表すると、韓国社会は権力を動員し、数年間もその学者を締め付けていた。以降、日韓関係のベストセラー本を書いた学者たちも苦難の道を歩いている。このような雰囲気の社会では、理性や論理や合理性を重んじる科学的な思考は育たない。社会システムを超越した少数の超人、天才の登場を待つだけだ。今年のノーベル賞は11日にかけて順次
各賞が発表されることになるが、ぜひとも韓国人学者も受賞できることを願う。それがきっかけとなり、韓国社会が感情より理性を重んじる雰囲気に変わり、日韓関係も理性的な判断で正常に戻ることを切実に願いたい。それでは、日本の反応です。毎年同じことを書くけれども、ノーベル賞は研究した結果に対して与えられるものであって、それを目的に研究を行うわけではないだろう。ノーベル賞はあくまで結果なのだから、賞を取るための魔法なんかありませんよ。受賞するには、真面目にコツコツ研究するしかないと思いますよ。様々な努力や取り組みの結果得られた成果の一握りがノーベル賞にふさわしいと評価されるんであって、勝手に日本と並んだと勘違いして、日本が取れてるんだから、韓国も取れるはずなんて思ってるうちは絶対取れないよ。ノーベル賞とは関係ないけど、韓国は負けても判定勝ちに持っていくし、都合のいいところだけかいつまんでいるイメージ。まさに感情が邪魔しているのかもしれませんね。負けや失敗を認めてから、その原因を検証して、日々改善して結果につなげれば、国や人に関係なく、成功するはずなんですけど、もしかしたら、結果につながらないのは、決して負けないからかもしれません。だって、負けなければ、改善の余地ないじゃないですか。日本人のノーベル賞受賞者は、第二次大戦後の1949年に湯川秀樹博士の発表した中間子論が受賞して以来、真壁先生まで72年間で28人目の受賞となる。戦前にも毎年候補に上がっていた研究者はいるが、受賞に至りませんでした。日本人受賞者の感想は、まさか自分が受賞するとは思えなかったという言葉が象徴するように、コツコツと積み上げた研究成果が日の目を見た時に自然と込み上げる喜びをかみしめたようです。日本人受賞者と世界の受賞者との違いは、研究費用の予算が日本では非常に少ない傾向にあるということですが、そんな環境の中で長期間研究を継続する日本人の粘り強さは特筆されて良いと思います。ということで、また韓国さんが発表する季節がやってきましたが、今年は韓国さんはあまりノーベル賞と騒いでなかったような感じだったのですが、それでも無駄にテレビ中継をしていたとか、まだまだノーベル賞に対する憧れはあるようですね。ちょっと思い出したのですが、以前韓国さんはノーベル賞に代わる韓国版ノーベル賞世界関係科学賞を作るとか言って息巻いていたような気がするんですが、どうなったんでしょうね。早ければ22年からと言っていたので来年からだと思うのですが、提案していた韓国の理事長が多分98歳くらいなので、もしかしたらっていうのもあるかもしれませんが、いずれにしても韓国がノーベル賞を取れないからといって作る賞に何の意味があるのかって感じはしちゃいますね。韓国さんはよくノーベル化学賞を受賞したいとか言っていますが、韓国さん、感情が化学を上回る韓国さんではノーベル感情賞とか目指した方がいいんじゃないですか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。